じゃあ私が代わりに読みます。あずちゃん即位おめでとう。ずっとあずちゃんが大好きです。フリスターのみんなよりおめでとう。皆さん本当にありがとうございます。ありがとうございます。いやあず、なんか一言ありますか？はじめはプリンセスストーリーっていうアイドルのオーディションじゃなくて韓国のダンスのオーディションから始まったんですけど、始まって全然なんか全然プリンセスストーリー何って状態でね、あの練習の前日に電話が来て入ったんですけど入ってよかったなって本当にいつも思って、別にやりたいわけじゃないんだけど、あのやめたくて、やめたいわけじゃないんだけど、やめるのやめたいんだけど、なんですけど、自分が決めて決めたことなんで、最後まであの。なんだろう、私のことを知っててよかったなとか、プリンセスストーリーに出会ってよかったなって思ってもらえるように、今後もアイドルはもうやらないんですけど、あの歩んでいけたらなって思っています。あのすごい数あるアイドルの中からプリンセスストーリー選んで、プリンセスストーリーの中でもあの私のことを選んでくださって本当にありがとうございます。で今日平日なのに、平日の水曜日なのにこんなにもたくさんの方が集まってくれてありがとうございます。え、まだ喋る？だって私 MC 苦手って言ったじゃん。ありがとうございます。本当にありがとうございます。いや、なんかね、正直さ、やっぱ私はアズとすごい仲が良くて、まあ、プライベートとかもよく一緒にいるんですけど、ちょっともう明日からいないって思うと、ちょっともう本当にやめるのやめてほしい。やめる？明日からおいでよ。行きなよ明日から。じゃあ最善ゼロで飛ぼうかな。うん、こっちね。ね、いいですか、プリストの TO になってもいいですか。うん、いいか。でも本当にね、改めて本当にたくさんの皆さんが集まっていただきありがとうございます。明日から、そう、リアラちゃんもね、あの今日で最後になるんですけど、最後じゃん、一応一旦ね、一旦言い方、そう、そう、あのね、そう、明日から一応8人体制になって、私たち5月1日で1周年を迎えるんですけど、まあ、正直ねすごく不安もたくさんあるんですよ。そうね、だけどあの皆さんがねこうやっていつも来てくれることも当たり前じゃないんですけど、私たちをずっと引っ張っていってくれて応援してくれてるから活動ができています。あのこれからもプリンセスストーリーの応援と、あとあずちゃんとリアラちゃんの応援もよろしくお願いします。じゃあ行かせていただきます。どうぞ。以上、私たちプリンセスストーリーでした。ありがとうございました。なんかさ、ないの？広い部屋の人。
ないか。じゃあね、バイバイ。バイバイ。